お願いを申し上げます。さあ牛が入ってまいりました。ただいま友情の牛は塩沢の牛賞でございます。さあこの一番は少し注目でございます。我々も非常に激しい対戦を予想しております。この一番もう師匠がですね胴声を出して相手を威嚇します。さあ後から入場の牛が平島のどっこい丸、どっこい丸でございます。今双方ともこうゴーゴーと低い音を出して入ってきました。こういう声を我々胴声というんですが、もうこれは牛が相手を威嚇するために出してます。言うなれば牛同士がもう駆け引きを始めてるんですね。赤牛が小、黒牛がどっこい丸。まずは静かに頭を合わせます。そして相手の牛が今日はどんな牛かなと見ますが、どっこい丸がまず一発仕掛けた。これを翔が切り返す。さあここからエンジンがかかりました。この双方の角の使い方よくご覧になってください。いかに相手の角の下に自分の角を入れることができるか。翔がですね前に出る、左角でかけながら翔が前に出ます。さあ今この一瞬翔の角が外れた瞬間にどっこい丸が切り返していく。もうこの辺はどっこい丸も冷静に狙ってます。翔がその左角かけて前に出たい。これに対してどっこい丸も自分の左角を使いたい。さあ今度はどっこい丸入った。もうこういう対戦の時にはセコがそばに寄って精をかけると牛の邪魔になってしまうんですね。なんでセコが大きく場所をくれて、さあどっこい丸押し込む。これをなんとか師匠は受け止めたい。今の一撃はそれだけで勝負が決まってもおかしくない、そんなどっこい丸の飛び込みです。これを首を曲げて体をさばいてうまく師匠が受け止めた。年はですね赤牛の師匠の方が一切若いんです。今日はまさしく師匠はこの先輩どっこい丸の胸を借りに行きました。こういう意地を持った牛に我々セコも意地で向かっていく。さあそして両牛の力伸びます。一つ皆さん毎日の大きな拍手をお願いをいたします。この秘書もですね牛持ちは女性です、熊木さん。そして非常にこの牛を可愛がって
一生懸命もう毎週末牛舎に来てですね、牛の状態を見て本当にですね一生懸命飼育をされております。対してどっこい丸、今日は仕事の都合で会場には来ておりませんが、このどっこい丸の下敷星野くんは若手ですが非常に有望な画家、絵描きのが本職のこの星野くんが持っている牛でございます。双方がですね今日は激しい角突きを私たちに見せてくれました。今こうやってまだお互いをこうやって見てですね、お前強いな、いやうまいこと、でもこの次俺は負けないんだよ、牛同士は目で会話をしているようでございます。そして鳥が先ほどから言っております、牛が意地を作ってこの大事な大事な原動力になっているわけでございます。さあ先に引き上げが起床、起床でございます。後から引き上げがどっこい丸、どっこい丸でございます。